尾崎里氏は、アメリカ合衆国の物理学者。君等は、随法中受賞。学位は PhD。大学共同利用機関法人高エネルギー加速器、研究機構名誉教授、ブルックヘブン国立研究所名誉専任教授。マサチューセッツ工科大学研究助手、ブルックヘブン国立研究所教授、ブルックヘブン国立研究所専任教授。 高エネルギー物理学研究所物理研究系教授、高エネルギー物理学研究所物理研究系、研究主管、高エネルギー物理学研究所、トリスタン計画推進部衝突ビーム測定器、研究系研究主管、高エネルギー物理学研究所、トリスタン計画推進部研究総主管、高エネルギー物理学研究所加速器研究部研究、総主管、 ブルックヘブン国立研究所 NSLS 計画加速機システム部部長ブルックヘブン国立研究所所長上席顧問などを歴任した日本に生まれアメリカ合衆国で活躍した物理学者である陽子シンクロトロンによる列致極理論の実証実験を手掛けたその後高エネルギー物理学研究所に招聘され日本初の大型高エネルギー衝突型加速器の 建設を指揮し、世界一のエネルギーを誇るトリスティンを完成させた。その後、相対論的重オン衝突型加速器の建設を指揮するため、再びアメリカが衆国に戻り、リックを完成させた。大阪大学の大学院に進学し、理学研究科にて物理学を学んだ。1955年、大阪大学の大学院にて修士課程を修了した。 同年4月には大阪大学の大学院にて博士課程に入学した。その後、フルブライト小学生としてアメリカ合衆国に渡り、同年9月にマサチューセッツ工科大学にて大学院の博士課程に入学した。また、1956年7月よりマサチューセッツ工科大学の研究助手を務めた。1959年6月、 マサチューセッツ工科大学の大学院博士課程を修了し、物理学で PhD の学位を取得した。なお、アメリカ合衆国での活動が中心となったことから、大阪大学の大学院博士課程については、1957年9月をもって休学している。1991年、相対論的重要衝突型加速器。 リックに据え付けられる予定の磁石の前で大学院修了とともにアメリカ合衆国のエネルギー省の機関であるブルックヘブン国立研究所に採用され助手として勤務することになる。なお、1961年7月、職位がリサーチアソシエートからアシスタントフィッシストとなった。1963年7月には助教授、 1966年7月には教授に承認した。1968年7月にはブルックヘブン国立研究所のスペクトロメーターグループにて研究主任に就任した。1972年7月にはブルックヘブン国立研究所の専任教授に就任した。なお、同年にはブルックヘブン国立研究所の就寝在職権を得ている。 その後、日本の文部省の機関である高エネルギー、物理学研究所から要請され、日本初の大型高エネルギー衝突型加速機、トリスティンの建設に携わることとなった。1981年1月より、高エネルギー物理学研究所の物理研究系にて、教授を務めることとなった。同時に、物理研究系の研究士官にも就任した。 翌年4月、高エネルギー物理学研究所のトリスタン計画推進部にて衝突ビーム測定器研究系の研究士官に就任した。1983年4月には、高エネルギー物理学研究所のトリスタン計画推進部にて研究総士官に就任し、トリスティン建設の指揮を取った。トリスティンは1986年に完成し、 世界一のエネルギーを誇る加速器となった。1987年5月からは、高エネルギー物理学研究所の加速器研究部にて、研究総主管に就任した。その後、アメリカ合衆国の相対論的重要音、衝突型加速器、リックの建設を指揮するため、再びブルックヘブン国立研究所に戻ることになった。1989年、 ブルックヘブン国立研究所の14加速機計画の責任者として着任した。その翌年、日本でのこれまでの功績を称えるため、高エネルギー物理学研究所から名誉教授の称号が送られている。なお、高エネルギー物理学研究所は、後に東京大学原子核研究所や東京大学中間子科学研究センターと統合され、新たに 高エネルギー加速機研究機構が設立されたが、名誉教授としての称号は引き続き維持されている。リックは1999年に完成した。2005年、ブルックヘブン国立研究所にて、NSLS2 計画加速機システム部の部長に就任し、新たな加速機、NSLS2 の建設を推進した。2007年からは、 NSLS2 計画の上席プロジェクト顧問となった。2010年からはブルックヘブン国立研究所にて所長上席顧問に就任した。2012年12月をもってブルックヘブン国立研究所を退職した。なお、翌年1月にはブルックヘブン国立研究所より名誉専人教授の称号が贈られた。2013年、 ファンシータキシードスーツで冷装し、受賞した追放中受賞を手に、専門は物理学であり、高エネルギー物理学、素粒子文光学、ハドロン文光学といった分野の研究に携わってきた。ブルックヘブン国立研究所においては、陽子シンクロトロン、BNLAGS を用いて、レッチェ極理論の実証実験に取り組んだことが知られている。 ブルックヘブン国立研究所の BNL-AGS は、当時としては、世界一のエネルギーを扱うことができ、それを利用することで、強い相互作用における、レッジェ極理論についての実証事件を行った。また、大型オンライン多重粒子スペクトロメータ、MPS の建設にも携わっており、スペクトロメータグループの研究主任として活動した。高エネルギー物理学研究所では、 トリスタン計画推進部の研究総主管として、大型高エネルギー衝突型加速器、トリスティンの建設を指揮した。このトリスティンは、日本で初めての大型高エネルギー衝突型加速器であると、同時に世界一のエネルギーを扱うことのできる加速器であった。このトリスティンによって、高エネルギー衝突を発生させ、それにより、電磁相互作用の特徴を明らかにするとともに、 新たな重い粒子の発見を目指していた。このプロジェクトには約500億円が投じられており、極めて大きなプロジェクトであったが、1986年に完成にこぎつけた。なお、予算的にも、期間的にも、プロジェクト計画の枠内に収まった。その後は、ブルックヘブン国立研究所の第一支計画の責任者として、 相対論的重4衝突型加速器、リックの建設を指揮した。このプロジェクトには、当時の換算で、約660億円が投じられることとなったが、これも1999年に完成させている。この時も、スケジュール的な遅延を発生させることなく、建設を完了させている。また、あまりにも大規模なプロジェクトであるため、理科学研究所に対して、 協力を要請し、これを実現させることでリックに変国用紙を加速する機能が実装された。学術団体としては、アメリカ物理学会などに所属している。アメリカ物理学会では、フェローとして参加している。さらに、アメリカ物理学会が開催する国際物理フォーラムでは議長を務めるなど、養殖を歴任した。また、国際リニアコライダー運営委員会や、 アメリカリニアコライダー運営グループにも参画するなど、国際リニアコライダー計画に関する団体でも活動を行っている。これらの業績は高く評価されており、2007年には IEEE、e、の原子核プラズマ科学部会から粒子加速器科学技術賞が贈られた。2009年にはアメリカ物理学会からロバート・ R ・ウィルソン賞が贈られている。また、 2012年には、日米両国の科学技術交流における、対日理解の増進と、対日イメージのアップに寄与し、両国の友好親善の進化に大きく貢献との理由により、在ニューヨーク日本総領事館総領事表彰を受けている。2013年4月の、いわゆる、春の叙勲においては、近城天皇の名のもとに、日米学術交流功労により、 追放中受賞が授与されることとなった。同年7月、在ニューヨーク日本総領事館の総領事代理である岩井文夫から追放中受賞が伝達された。なお、尾崎が高エネルギー物理学研究所のトリスタン計画部で研究総主官を務めていた当時、物理研究部にて同じく研究総主官を務めていた菅原博志校も2013年春の叙勲において、 教育研究功労により、同時に、随報中受賞を受賞している。2007年、ミハエル・ハリソンと、粒子加速機化学技術賞の盾を手に2007年、NSLS2 ユーザワークショップにて、ありがとうございます。